松浦久信は、安土桃山時代の武将。非全国平戸藩二代藩主。官位は、十五位下、非禅神。平戸松浦氏二十七代当主。元気二年、大名松浦重信の長男として誕生した。天正十四年頃、大村住忠の御女と修言を挙げた。文禄元年、文禄の役で父と共に、朝鮮へ出征した。 慶長の役にも従軍し、中流期間は、計7年。各地を転戦し、平安道で敵の包囲を突破して、父を救ったことがある。慶長5年、関ヶ原の戦いでは、大阪にあって西軍に組みして、伏見白攻めと伊勢国あの津白攻めに参陣した。しかし、父重信が、非前柏島で開かれた、挙手会議に参加して東軍に加わることを決めたため、 久信は戦後に処罰を受けることもなく、所領を安堵された。父から家督を継いだ時期は完全としないが、長命であった祖父高信が亡くなった、慶長4年から関ヶ原の戦いの翌年までの間ぐらいだと考えられている。慶長7年、江戸に赴く途中、伏見で病に倒れた。重信は平戸の陰山寺の僧に祈祷させて、 地位を願ったが、久信はそのまま休止した。去年32。これに激怒した重信がぶやマ山寺の僧を殺そうとしたため、僧侶が皆逃げ出して葬儀ができなくなったので、壱国から安国寺の僧が平戸に来て、葬儀を行ったという。久信の後は、長男の高信が継いだ。ありがとうございます。